こんにちは、瞑想 YouTuber のひろみくすです。本日はですね、今月もやってまいりましたマイリトルボックス2月号を開封していきたいと思います。イエーイ。はい、ということで私の手元にですね、2月号のマイリトルボックス届きましたので、こちらを皆さんと一緒に開封していきたいと思います。よろしかったらご覧になってみてください。それではどうぞ。はい、ということで始めていこうと思うんですけれども、皆様ですね、私ただいま帰ってまいりました。あの旅の動画関係がね、ちょっとトントンと続いてたので、皆様ちょっと飽きてるかなってちょっと思ったりしてたんですけれども、はい、無事ですね長崎の方に帰ってまいりまして、1本目の動画となっております。皆様大変ね、あとたくさんのコメントいただきまして本当ありがとうございます。旅行中でちょっとお返事ができなくって、あのコメントに返せなかったんですけど、本当申し訳ありませんでした。それだけが気がかりなんですけれども、どうしてもね、あのコメント返しまでできませんでした。本当にすいません。はい、ということで、旅の動画ね、もし見ていらっしゃらない方いらっしゃったらですね、あの過去の動画に、ね、上がってますので、よかったら見ていてください。私長崎に住んでるんですけれども、大分まで一泊旅行に行ってまいりました。はい、まあ、そんなこんなのね、思い出話とかもしながらね、あのマイリトルボックス開けていこうかなというふうに思っております。はい、ということで早速本題なんですけれども、先月のマイリトルボックスの冊子の方に告知が出たんですけれども、朝の予定はベッドの上でできることだけにフォーカス、携帯電話はフライトモード、午前中のコールは応答しませんということで、ヘアケアをフルサイズのセットでお届けするので、ボリューム満点、大人気のあのブランドもお楽しみいただけますって、お試しいただけますって書いてあったんですよ。そう書いてあったので、先月もあのケラスタージかなんか入っててヘアケアだったんですけど、今回もヘアケア会っていう話で先月確か終わってたはず。はい、でどんなのが入ってるかなっていうところなんですけど、あのもう一個ね、あの私の記憶が確かならば、なんかアンケートに答えた人にはなんか一つねプレゼントしますって書いてあったような気がするので、それも入ってるんじゃないかなというふうに思っています。はい、こちらマイリトルボックス2月号でございます。開封していきます。せーの、オープン。あ落ちてきた。はい、今月号めっちゃ綺麗くない、この紫。うわー綺麗、こういうの好きよね、なんとなくわかるでしょ、こういうの好き。いいですね、この紫素敵。はい、ということで今月号の、ちょっと変わってんだけど、デザインが変わってますね。書いてあるわ、朝の予定はベッドの上でできることにフォーカスって書いてある。何もしない、これが私の今日のマニフェスト。おー、なるほどね。何もしないが生とされているボックスでございます。はい、私にぴったりですね。はい、ということで開けていくんですけれども、おっとっと、なんかいっぱい入ってる。っていうかね、今回ねかなり重いんですよ、ボックスが。皆さんもお手元に届いた方ね、なんかお分かりかと思うんですけど、結構重いの。あー、見えた。あ、これさ、はあ、すごい、はあ、これ知ってるよ。なんだっけ、ドロアス、なんかさ、クレイ系のシャンプーとトリートメントが入ってた。嬉しい。ちょっと待って、あの詳しく見ますね。これみんな嬉しかったんじゃない？私なんてほら髪の毛が結構荒れてるんで、あのヘアケア系はもう来てくださいみたいな感じなんですけど、ドロアス、はい、泥の恵みで明日の美しさを育む。ドロアスは地球上に何億年も、積載かな、わかんない感じが、泥に着目したビューティーブランド。泥の持つ吸着効果で余分な皮脂や汚れを落とすことにより、美容液成分を髪や地肌にしっかりと浸透させます。シンプルで本格的なヘアケアであなたらしい美しさを叶えてみませんかということでございます。あのドロアスはね、気になってました。これ商品知ってた。あ、嬉しい。シャンプーとトリートメントめちゃめちゃフルサイズですね。何ミリ入ってんだろう。何ミリ400だ。400、香りがクラシックフルーティーの香りって書いてあるんだけど、あー確かにクラシックって言われたらクラシックなんだけど、フルーティー、あ、フルーティーか。2回目嗅いだらフルーティーだった。
なんかシャンプーっていう感じの匂いがするシャンプーっていう感じの匂いがするんだけど、いい香りですね。素敵、ありがとうございます。これは嬉しいわ。これで重たかったんだね。ありがとうございます。そしてこれが入ってんだけど、はい、これまたマイリトルボックスオリジナル的なそういう感じかな、もしかしたら。なんだろうね、これも結構ね比較的重いんですよね。なんだろう、なんか石のなんかトレイみたいな感じだったあ、正解でした。トレイですね。はい、これあれじゃない、はい、見て、ハート型っぽいね。でここのところに、ラジーサンデーモーニングって書いてある。ここに彫り込んである、あの焼き物なんですけど、かなり素焼きっていう感じ。あの何にもこうあのコートしてない、ほんと素焼きの焼き物っていう感じ。これあれ、あの なんとか度みたいなやつ、もしかして違うかな。あ、違う、あの浴室で使うんじゃないみたい。あのキャンドルを置いたりとか、玄関に置いて鍵を置くのも丸。あ、なるほど、あ、それいいかも。私今玄関、ここの玄関はあのポンってそのスマホも置いてるんで、確かにいいかも。あれかと思った、あのほら石鹸とか置いてさ、水を吸着するさ石があるじゃん、なんかほらなんか海藻みたいなやつが含まれてるやつ、それかと思ったけど違いました。普通のトレイですね。はい、ありがとうございます。こういうのはいいね。これシンプルだからなおさらいい、うん、いいと思います。お部屋のインテリアだと多分問わないと思う。いいと思います。和室にも合うしね、こういうやつだったらさ。ありがとうございます。いいんじゃない、かわいいわ。はい、ということで続きましてがこれ行こっかな。もう目の前に見えちゃってんだよね。はい、これが、あ私は自分だけで解決しちゃったんだけど、キャンドル、あキャンドルですね。ソイキャンドルって書いてある、大豆のキャンドルかな。はい、キャンドルでした。はいやね、このね写真に、あのこれを紹介する写真にここにこう載ってる写真がのあの写ってたんですよ。だから、あ、こうやってキャンドルとか置くんだなと思ったら、キャンドルもセットでプレゼントし、あ、プレゼントとかでセットしてくれてましたね。あ、香りがあんまりしない。何？ソイワックスの素材を使用しており、キャンドルを灯した時に気になりがちな黒いすすが出にくいのをポイント。あ、そうなんだ。火を灯すとキャンドルの中央でポッと明るくなり、おしゃれな空間にいて、あの香り付けはしてないみたい。ただ単にあの大豆、ソイキャンドル、大豆のキャンドル、珍しいね、そういうのあるんだ。ていうか大豆からあのオイルっていうかさ、こういった取れるんだね。へえ、ということでこんな感じよ。はい、おしゃれじゃない、この配色好き私これ。あ、今日ちょっとこれと同調しちゃってすいませんねこんなことになるとは思ってなくてこれ着ちゃったんですけど、これと同化しちゃってるんだけどね。はい、こういう感じでございます。はい、こういう感じ、いいんじゃないでしょうか。かわいい、ありがとうございます。今日グッズ系が今回はね2個も入ってましたね。ありがとうございます。そしてはいはい、お決まりの、あのお決まりって言ったら失礼ね。はい、あの巾着でございます。この中に何かが入っている模様でございます。はい、開けていきましょう。まず紙が入ってるんで、あ、やっぱりそうだ、弊社で実施したアンケートにご回答いただきましてありがとうございます。サプライズプレゼントを、あ、を楽しんでいただけますようにって書いてある。え、これ全部サプライズプレゼント、そういうこと。あのね、多分だけどあのメイベリンの、あとアイブロウペンシル、これがねプレゼントっぽい、どうやらこれが。でこれが、これさ昔入ってたっけ、なんかメイベリン結構入りすぎてて、もらったかどうかもうすでに覚えてないんだけど、あのペンシルの先の方があのこうほら、あのなぎなた状になってるやつね、なぎなた状。それはさ、周辺村からさ、なぎなたのマイペンシルが出たじゃないですか。あれ気になってんだけど、まあ、それはそうとね。はい、パウダーインの三角芯採用。あ、これねもらった気がするんだけどな。色がどんな色、なんかね、何色だこれ、色がオリーブブラウンだって。ちょっとオリーブブラウンなんだ。へえ、これはね描けないんだよね、なかなかね。あ、描けたわ描けた。
意外と書けました。こういう感じ、ちょっとね、あの抜け感を出せるような感じかな。でもね、ちょっと ね、あの芯がねとっとしてるんで、ちょっと結構あのもしかしたらベタっていう髪の毛じゃない、眉毛になるかもしれない。なんか私が結構、ま、あの眉毛毛が多いんで、こういったベトってなる感じの眉ペンシルだと、あと毛がねこうひっついちゃってちょっと困る時があるんですけど、何かの時に使ってみましょうかね。はい、ということで多分これがねプレゼントだと思います。はい、そして私ね巾着を覗いた時に見えちゃったんですけど、じゃじゃんじゃじゃん、クラリフィックデュアルエッセンスローションが入ってる。これはどっちでしょう。あー、これね、もしかしたらあのランコムかクリニークかどちらかが入ってるっぽい、もしかしたらね、あのこの冊子を見る限り。だからもしかしたら私クリニークでしたっていう方がいらっしゃるかもしれないんだけど、はい、クリニークじゃない、私はランコムでした。やっぱりランコムに惹かれるんだよね、私ね、引っ張られてんだよランコムに。で、あのそれはいいんだけど、これはちょっと調べますね。はい、わかりました。これはですね、旧品ですね残念。あ、新製品かと思った。今度ね、2月の22日にこのクラリフィックデュアルエッセンスローションが EX という名前になって、クラリフィックエッセンスローション EX ねっていう名前になって、2月22日にリニューアルするんですけれども、今回入ってたものはあの現行品でございました。だよねだよね。だってさ、公式でも私知ってたんだけど、あの小さいあのミニっこの、 あのこういうボトルがあるじゃないですか、あのランコム、ランコムって言ったら、それが2本とあのクラリフィックの美白の美容液がセットになって、先行お試しセットみたいなのがね発売されてるんですよ、ランコムの公式で。でランコムですらこれミニボトルだから、あのマイリトルボックスでこんなねでっかいボトルが入っているわけないなと思いながら調べましたそしたらやっぱり旧品でした。でもね、ありがたいよこれ、使わせていただこう本当ね。なんか私さ、これ現品のボトル持ってんだけど、まあ、なかなか開けられないんだよねそろそろ開けて使わないとやばいんだけどさ。ということで、じゃあ新リニューアルの EX をね、ちょっとまだ買う予定がないんだけど、ちょっと使い比べてみたいんだよね。はい、ということで今回はですね、以上です以上だったんですけど、今回はこれがボリューミーだった、このシャンプーとトリートメント、はい、ドロアス、はい、こちらがシャンプーとトリートメントフルで入ってて、このクラリフィックでしょ、ランコムの化粧水ね、 50ml です。はい、美容化粧水こちらが入ってて、あとはこちらのトレーとキャンドルが入ってました。でもこのグッズはね、あの歴代の中でも結構ね指折りの質だと思います。皆さん気に入った方多いんじゃないですかね。私だけかな。この配色も素敵だしね、そんな感じと、あとは多分回答、あのアンケート回答のお礼で、あのこちらのマイペンシルをいただいたような感じじゃないかなと思います、この本を見る限りね。うん、そんな感じのマイルトルボックスでございました。はい、ということで、なんかあの旅の思い出話をしながらって言いながらね、私なんか日本のことをね一緒にできないんだねもうこれにあのマイルトルボックスにハマったらね、そればっかり話してたんですけど、まあ、マイルトルボックス開封し終わって、まあ、ちょっと旅の思い出話でもしようかなと思うんですけれども、なんかね、結構ね楽しかったんだけど、あの動画見てくだ、あの Vlog の方を見ていただいた方はお分かりかなと思うんですけど、なんかね結構ね、カメラのアングルとか、なんかピンが甘かったりとかして、なかなかね、あの良さを伝えられなかったなっていうところがちょっとね反省点があるんですよ。もう少しねうまい具合に撮影できたらよかったなっていうのがちょっとあるかなって感じで、も楽しさが伝わっていたらそれではそれで成功なんだけど、まあ私の中でちょっとね不完全燃焼のところはあるんですけれども、たくさんのコメントいただきましてありがとうございます。はい、であとね、ご飯屋さん、 あそこねめっちゃくちゃ美味しかったの本当。であそこね、なんか横にこう海外の方がいらっしゃって、なんかカウンターが8席ぐらいしかなくって、なんかその私たちと別に海外の方がいらっしゃったんで、あとなんだろう、シェフとかさ、なんかその料理する方の声
声とかが入ったりとか、あとねラジオも鳴ってたりとかしたんで声を止め切ったんですけど、だから私のね生のね美味しいという、ね、声がね皆さんに伝えられなかったのがね非常に残念だったんですけど、まあ、さすがにラジオとか入ったらまずいなと思ったんでちょっと声を切りました。ということで料理の感想をねここで言うんですけど、めちゃくちゃ美味しかったのよ本当。なんか、ね、大分和牛だったかな。で大分和牛ってなんかいろいろあるのかな、わかんないんだけど豊後牛とかあったりとかすると思うんですけど、なんかそこら辺はね食べたことがあるんですけど、あんな柔らかいローストビーフの食べたの初めてでした。めちゃくちゃ美味しかった。で最初に出てきたスープ、あれがなんか大分から大分で取ったなんかねカンタ君っていうさつまいもの種類があるんですよ。なんか紅はるかとかさ、なんかですね、なんかいろいろあるじゃない、さつまいもの種類もさ、その中にカンタくんっていう名前の芋があるんですよ。本当よ本当。でそれが大分で採れたカンタくんを使用したさつまいものポタージュだったんですけど、めっちゃ美味しかった。あれなんかねなんか、ね、柔らかい優しさを感じた。あれ本当ね、だから作ってらっしゃる方もね絶対ねいい人だよ。いい人だよっておかしいんだけど、でちょっとだけ話聞いたら、なんか京都から移住してきて、その大分でその湯布院でお店を開いたっぽくって、なんかその湯布院に移住してきてそのなんか間もないみたい なんかそんな時は経ってないみたいな感じでしたね、とかちょっとお話ししたんですけど、でもともと京都の方だそうです。はい、まあ京都の方っつってもその前京都にいたかどうか分かんないんですけど、一応京都から の I ターンなんか、ね、その移住みたいな、なんかそういうことで大分の湯布院でお店を出されてるみたい。よかったら行ってみて、あそこねめちゃくちゃよかった、美味しかった。うん、であとねすごかったのがハンバーグとかもねあるわけよ、メニューの中に。でハンバーグとかさ、ローストビーフもそうだけど、何ほらぬくめておいたやつをぬくめ、だから焼いておいたやつをぬくめるのかなと思ったら、もういきなりねパン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 ってこうねこね出して生地を、いやそれはね隣の人が頼んでたんだけど、私たちは全部ローストビーフだったんだけど、でパン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 ってこうねこね出して、でこね出して生の肉から焼いてたのよ。すごいと思った本当。まあこんな話をするってことは、目の前にねカウンターがあって、シェフっていうかお料理するシェフが目の前にいらっしゃったんですよ。こういう長い帽子をかぶったシェフが。で、ああすっげえと、そこでもうマジ感動して、すごい、手こねじゃん、手こねっていうか今から焼くんじゃと思って。で、あとはローストビーフも柔らかい、切ってたのよ。塊から切ってたのわざわざ。まあ切って置いとくってことはちょっと考えにくいけど、確かにねこう切ってこうご飯の上に並べてくれて、めちゃくちゃ美味しかった本当。あれはね感動で、あとはなんだろうね、もっとね露店っていうか湯布院とかね行かれたことある方とか詳しい方は分かるかと思うんですけど、なんかあっちからこっちまで商店街みたいに、商店街というか街道みたいになってて、駅までので、駅まで通ずる街道が何キロ、あれね1キロって言わないかもね、1キロ2キロは言い過ぎだけど1キロちょっとあったかな。でそこに道幅は結構狭いんですけど、あっちとかの両サイドに店舗がブワーって並んでるんですよ。で例えば私が食べたクレープ状のなんかプリンみたいなやつ、あれとか、あとはなんだろうね、友達が食べてましたけどいちご大福とか、あといろいろなんだろう、もうほんとねもう忘れるぐらいある忘れるぐらいのお店があるのよ、バーって。でなんか大分ゆかりのものだったり、例えばほら10円の形をしたさ、パンケーキ、ね、人形焼きみたいなやつあるじゃん、ああいうやつとか、あとほらでっかいさたこ焼きあるじゃん、これさ東京の関東の方だと分かると思うんですけど、なんかこういうほらなんかこういうケースに入っててさ、大きいさ、これそれこそこんくらいでっかいさたこ焼きがボーンって入ってるやつがあるじゃん、でっかいやつ、あれのお店だったりとかもあるわけよね。あとはよく見かける500円 のソフトクリーム、よく見かけるやつわかんないよね、わかんないと思うんだけど、なんかそういうチェーン店系も
中にはね含まれてたんですよ、その街道の中に。だからあこれ知ってるわ知ってるわ知ってるわってあったんだけど、なんか多分海外の結構で、ね、外国の方は結構多くて、やっぱほらインバウンドの方とか結構わーっていらっしゃってて、やっぱ日本の味っていう意味で、まあ、そういう店舗も出してるのかなっていう感じ。あとは取れるところは取って食べるところは食べてみたいな、そういう感じで、そのいっぱいで お料理屋さんじゃないや、いっぱいね食べるところあったんだけど、なんかねお腹がいっぱいになりすぎちゃってなんかね結局ねいろいろ食べたかったんだけど食べれなかった。あとはね人がね結構多かったんだよね。やっぱ3連休っていうのもあるし、中国のほら春節とも被ってたわけよ。だから結構人が多くって、で友達のうち一人は大分の子だったんだけど、なんかやっぱり多いって言ってた、あ今日は多いねって言ってたんで、あ多いんだと思って、ほんとね動画の途中で言ってたんだけど、原宿みたいになってんのよ、土日の原宿みたいな感じになってて、びっくりしてね、なんかあこれちょっとここを突進していくの私みたいな、で人混みをかき分けながらね歩いていたわけですよ。だからねちょっとね取りたいところも取れなかったし、なんか食べたいものを食べれなかったかなっていう感じはするんだけどね。あとお腹もいっぱいだったしね、という感じかな、ね、あと温泉もまあ良かったけどね、さすがに中は取れないからさ、なんか本当口頭でしかお伝えすることができないんですけど、本当ねいい湯でした温泉のコメント難しいね、本当もういい湯としか言えない。ただね源泉かけ流しとか大分だからもう湧いてるから温泉が、私ねちょっとシュ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 って言ってかけ流しのシャーって出てるところの温泉を触ってみたんですよ。たらめっちゃ熱かった、もうすっごい熱くてあっちってなったら、ここに熱いので触らないでくださいって書いてあったのなんだそうなのかと思って、なんか私たちほら興味本位でさこう触っちゃうさ、で触っちゃう興味の方が先に行っちゃって、注意書きを読んでなかったので、ね、触っちゃいけないやつだったらめっちゃ暑かったなんで結構ね露天風呂も広いんですよ、かなり広くて、かけ流しのところがファーって出てるんだけど、そのかけ流しの近くはめちゃ温度が熱くってだんだんとぬるくなっていくみたいな、で一番端っこも冷たいわけじゃなくて下から少しお湯が出てるから完全ぬるいわけじゃないので、好きな温度のところでどこで居座るかによって、自分の体の温め方とかさ楽しみ方っていうのは楽しめるっていう感じ、で、あとはどこからでもちゃんとこう湯布だけがこう見えるみたいなね、そういう感じだった。あとねやっぱりね冬雪が降る時期とかね行くとねいいんじゃないかな。いや湯布院行けないのかな、あ行けるよね、結構もしかしたら坂道とかでチェーン規制とかになるかもしれないけど、雪見風呂とかね雪見露天風呂とかねめちゃくちゃいいだろうなという感じのお風呂だったね、そういう感じのお風呂でした。はい、もう話し出すと止まらないんだけど、まあ、そういう感じで、1泊2日の大分旅行行ってまいりました。はい、まあなんか過去の動画今まで上げてきた動画と付随してこのお話を、ね、聞いていただくと、ああなんか楽しんできたんだなヒロミックスみたいな感じで思っていただけたら嬉しいかなというのを思ってます。はい、ということでちょっとね私もずっと喋りたくっていたんですけれども、トークだけで終わりそう今日はですね、はい、マイリトルボックスの2月号を開封してまいりまして、結構いい商品が整っていたという感じでございました。ハズレではなかった気がする、今回ね私の中では。あとはこのドロアス、これちょっと使ってみようと思います。はい、私髪の毛が荒れてるんでその辺ねどんな効果が出るかなっていうのがね一目瞭然かなと思うので、ちょっとね使わせていただきたいと思います。はい、それではですね、はい、恒例でございますが来月の告知、はい、行ってみたいと思います。はい、おお、冬から春へと移り変わる時期に息吹く暖かい南風春一番私たちの世代になると春一番って聞いたらね人を思い出すんだけどね。はい、冷たい冬から解き放たれた朗らかな春の風を感じながら深呼吸して気持ちを新たにマインドセット。あなたも翼を広げて風に乗ればどこでも行けるはず、どこまででも行けるはず。来月のボックスでは紫外線が気になり始める前に準備しておきたい3系アイテム、いいねいいね、風になびく美しい髪、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 ちょっと待ってってこと、風になびく美しい髪へ導くイニスのスカルプケア、髪続くね、ちょっと待ってね
え、ヘアアイテム続くくない？先月と今月と来月？え、髪そんな押す？髪そんな押す？ちょっと待ってね。季節を、季節を先取りするビューティーアイテムとシーズンマストなトレンドアイテムをどうぞ楽しみに。だって髪押すね。あのイニスっていうのがちょっと分かんない。あのイニスってもしかしてあれイニスフリーのイニスかな、ちょっと分かんないんですよ。これ来るまで楽しみにしようか。あーちょっと落としてくるね。ちょっと面白いマイリトルボックス、あの本気でやってらっしゃると思うんだけど、髪3ヶ月連続はねちょっとねびっくりしました、うん、まあそれぞれいい商品なんで、あの悪いことはないんだけど、あのこの間のケラスターゼもすごく良かったです。使わせてやると、この旅行で持って行ったんですよ。すごく良かった。でも1回しか使えなかったんで、あの私の髪の毛がどうなったこうなったっていうのはないんですけど、すごい使い心地よくって、あの香りもね結構残った気がしましたね。ということで来月もあの髪しか忘れ物頭に残ってないんだけどね、紫外線アイテムと髪か、はい、紫外線アイテムとヘアケアアイテムがちょっと入ってくるみたいなんで、またね来月を皆様楽しみに待ちたいと思います。はい、ということでちょっと今日もねトーク長めになったんですけれども、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。もしよろしければグッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。